こみたいになった。レッツゴー。割れる。割れない。遊びに行った。ハネです。マリーです。ようこそ、ハネマリの世界へ。はい、ハネマリーパパ。集合。ハネです。マリーです。パパです。何これは巨大水風船です。なんかスライムみたいな感じじゃん。おい、気持ちいいよこれ。何、割れない風船。うん、こうやるんだよ。巨大風船を膨らまして、いろんな方法で割ってみよう。だお、今日は水遊び動画です。半年ぶりの水遊び動画です。イエーイ、久しぶりだね。やりましょう。よし、どうやって入れる？口のとこを引っ張れば。これあのさ、あの膨らますやつなくない？口で膨らますやつついてなかったら水も入れられないよ。多いよ。水入れる場所はここです。針とかは一切ついてないよね。何もなかった。でこれ開けばいいんだよ、こう。え、マジっすか。あれ入ってる、入ってる、はい、怖い。多分めちゃくちゃちっちゃい穴が開いてるんだね。Oh no！ 無理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 。皆さん、カエル現れました。アマガエルちゃんです。皆さん、紙カエルが作られました。こちらです。もうどうしようもないので、ビニールシートを下に引いて真ん中まで持っていくという作戦になりました。この場合はね、50メートルのコースはね、全く使えるものにならないんですね。コースの先はね、刺さりませんでした。ドッジボールぐらいは水入った。余裕じゃん。どこまで膨らませる。膨らませる。やば。ちょっと待って。ニッパニー。楽しそう。お腹みたいにプニプニしてる。誰のお腹？ママのお腹。はい、やって。ママの下着めっちゃ濡れてる。そのままでいい。うわ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 。やすぎるよな。スライムだ。1個目はもう水が入れられなくなったので、こんなもんで。ママのお腹や。やった。1個目失敗したので、その経験をもとに。フレーフレーバーバーあ、失敗。パパ怒ったから、今ママやってます。怒った理由はこの場所が狭いからだよね。おお、もう十分でかくない？もうはみ出てるじゃん。ねえ、ここね、もうはみ出てるね。はい、このぐらいで引っ張りましょう。はい、マリー。はい、これでやろうか。謎の生命体みたい。スライムだね。気持ちいいね。これはパパが作ったものです。はい、ちっちゃいね。じゃあ隣に移動したいと思います。はい、せーの。透明になった。重いよ。こんな感じで色が違いますね。こんな感じでいいよ。完璧。じゃじゃーん、2つ作りました。これはパパ。ちっちゃい。これはママ。まず普通に遊んでみようか。見て見て。うおお、回ってる。これはね、うん、割れない水風船っていう風な名前で出てたの。え、マジっすか。だから何しても割れないかを検証していきたいと思います。おお、いいね。やりましょう。じゃあまず、はい、ジャンプして割れるかどうかを検証していきましょう。おいえー、これは自信あるよ。じゃあ今日この動画はね、あの壊れないと終わらない。壊れません。壊れるまでやろう。じゃあ挑戦、マリからいきます。全然全然平気だね。じゃあ、いきます。はい。おお。
気持ちいい。急だね。よかったわ。うわ、すごいな。皆さん、パパがやったら割れると思いますか？私は割れないと思う。あ、私も割れないと思った。パパは？ジャンプだけでは多分割れないと思うけどね。一応やってみよう。パパ選手いきます。せーの。何ばかりや。めちゃめちゃ逃げてる。おい、どうしてんだよ。割れるかもしれないとは思ってるのね。全然。もう一回。割れませんでした。次は？ラウンド2は体全体でバーン行ってみようか。おお、体で、ね。パパはお尻で。やるか。じゃあ、マリカ。レッドみたいになった。気持ちよさそうだな。こんな感じなの。ぶれそう？ダメか。じゃあ、羽根選手のレバンです。はい。行きましょう。乗っかれちゃったね。ダメだね。負けました。はい、パパ選手、パパはこのお腹で、ないえてない。パパのお腹が敗北の腹です。じゃあ次は自転車行ってみようか。おお、いいね。やろう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 。お尻濡れてるから全然滑れなかった。はい、じゃあ私自転車行きます。自信ある。自信あるんです。これか。これじゃない。頑張れ。気をつけて。はじかれた。レッツゴー。頑張れんの。ダメだ。いや、楽しかった。手動はダメか。じゃあ電動の車を出します。きれいに下に入った。おお、穴が出てきた。おお、穴が出てきた。2つ目割れた。割れた。バク割れ、バク割れ、バク割れ、バク割れ。あ、タイヤに引っかかった。バク割れ、バク割れ。割れてはない。なんで？割れない。あー、一緒に行こう。おお、負けるもんか。あー、あー、穴開いた。割れたー。ということで、びしょびしょになりましたね。終わりました。
ね、車の下のなんか金具に引っかかったのかなっていうのはありましたけれども、はい、割りました割りました、はい、これから天気ますますね、暖かくなるから種まり家もいろんな水遊びの動画ね、もっと水遊びの動画を出したいと思います。はい、はい、じゃあ、はい、皆さん、もしよかったら種まりチャンネルの画面上の SNS にフォローしてください。ということで、本日の動画以上になります。チャンネル登録お願いします。グッドボタンも押して。